精神障害者 YouTuber 竹内が精神障害者雇用施設について語ります。精神障害者が働くには精神障害者雇用施設というのがあって、その A 型と B 型っていうのがあるんですね。 A 型というのは、徳島県で言えば県内の最低時給ですね。県内の最低時給がもらえて、 B 型になると仕事は楽なんですが、だいたい1時間そうですね、100円とか50円しかもらえないですね。そして A 型なんですけど、だいたい始まるのが朝の10時です。それで私が今行ってるところで農業をしてるんですけど、今日でしたらブロッコリーの収穫とか、ナスでしたら藍の収穫ですね。そういったものをしてるんですけどね。それで時給が県内の最低時給800円弱ということなんですけど、仕事は結構きついですけどね。そうですね、800円ぐらいの仕事ですかね。きついって言っても一般就労に比べたらまだよっぽど楽やと思うんですけどね。精神障害者、知的障害者、身体障害者がいるんですけど、それを指導員がまとめて仕事をさせてるっていう感じなんですけど、あと来てる利用者はみんな精神障害か知的障害か身体障害者なので、気楽ですね。働いててもみんな障害がある人ばっかりなので、それで私も休む日も多いんですけど、気分が優れずに休む日も多いんですけど、仕事いたら10時から、ほんで12時に昼休みでお弁当食べて、ほんで1時からまた4時まで仕事っていう感じですね。ブロッコリーの収穫はそうですね、ちょっとブロッコリーを持つ人とブロッコリーを刈る人と測るサイズを測る人に分かれてるんですけど、私は主にブロッコリーを持つ役所ですけど、それが20個とか溜まってきたら重いけどね。仕事やけどしょうないよね。ただ偉いのは夏のアイカリですね。夏のアイカリはマイナスの35度の中でも炎天下アイカリをしますので、それは非常に偉いですけど、偉いって言っても一般雇用に比べたらマシだと思いますけどね。これからも頑張って A 型に行きたいと思いますので、精神障害者ですので仕方ないですね。